てサクッと良くて美味しいサンドイッチが食べれるということで、実はねうちの嫁がね以前行って見つけて行ってきて美味しかったよって教えてくれたお店なんですけれども、いやーちょっとね楽しみなんですよ。どこだったかな、これだったと思うんですけど、美味しいお店があるとね、あ、ここだな、ボタヌルトさん。はい、ブルーチーズメルト、あとアイスコーヒーお願いします。ブルーチーズメルトを頼みました。うまそう。これにね、蜂蜜をかけて食べるみたいです。ということでね、ボタンメルトさん行ってきました。ブルーチーズメルトというのを頼みました。蜂蜜のねシロップをかけて、食べるんですけど、クワトロ、チキンピザのクワトロみたいな感じですね。こんな感じの味を想像していただけたら間違いないと思います。めちゃくちゃ美味しかったです。いやあの店はいいわ。ちょっとね、比較的あの千駄ヶ谷のところとかも通ったりするんでね、ちょっとこれからもねちょいちょい立ち寄って食べようかなと思います。でね、近くにねちょっと好きなショップさんがあって、けど東京にちょっと前に進出してきまして、ちょっとこのお店を見に行こうかなと思います。ノーネームっていうところですね。ちょっと好きな人が揃ってるんで、いや東京にできるってね聞いて、前にちょっとホトロックカスタムショーの時に東京でホトロ出すよっていうのは話を聞いたので、ちょっと楽しみだったんですけど、入りたいと思います。いやかっこいいものがいいですね。かっこいい、欲しいのばっか。いやいいな、これオーバーオールいいな。いやオーバーオールいいですね。ネット 500TX の
側で中が LAC かっこいいなこれ。いいな白、白ちょうど欲しかったんだよな。すいません、これください。おめでとうございます。こちらで、はい、それでこれで、はい、それとオーバーオールのコーン、これ、はい、ありがとうございます。サイズ L でいい。そうですね、これ M がかかってるんで L。 じゃあ多分 L で大丈夫なんで L でお願いします。はい、じゃあその2つお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、ノーネームさん行ってきました。いやー欲しいのいっぱいあってね、入ったって感じでした。本当あれも欲しい、これも欲しいってなっちゃって、最終的にはねヘルメットとオーバーオール買いました。オーバーオールは、まあ、オリジナルでちょっと今日から発売できたかな。すごい形が良くてね、工場類のオーバーオールです。色は紺ですね。ヘルメットが今オーシャンミートルの、さんの別注品です。このがですね、包帯が 500TX で中が LAC、 内装が LAC っていうね、ちょっとあのいいとこ取りのメットになってます。でこれはね、まあ、ちょっと改めてまた紹介動画作ろうかなと思ってます。本当に居心地がいいですね、ノーネームさん。で店内で、イートインでコーヒービール眺めて、ちょっとあのコーヒーもいただいてきました。オリジナルでこれも作ってるやつらしいですね。美味しかったです。もうバイクで、ほぼねバイクでちょこちょこっと行ってコーヒーだけ飲んで帰るっていうのもねいいんじゃないでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。もしねこの動画がいいなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あとツイッター